はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。11月13日日曜日、ポスター貼りボランティアさん大募集であります。半分けに必要なため、ご参加くださる方は靴沢良治@gmail.com に、お名前、車両の有無、まあ、徒歩で参加か車出してもらえるかをご連絡ください。10時新松戸駅西側集合です。よろしくお願いいたします。ちょっと乗組員さんの方が足りて、おりませんで、徒歩で参加していただける方、徒歩っていうか、まあ、手ぶらでいらしてくれる方、特に募集いたします。よろしくお願いします。自民党松下新平参議56歳、公安がマークしていた40代の中国人女性に入れ上げて、自身の外交顧問として議員会館通行証を与えていた。でこいつは議員会館に自由に出入りできたと。なんか害とか悪意があったら、まあまあ総理とかも狙えちゃいますね、これね。女はですね、復讐重友連合という団体の常任理事で、松下自身も、それのですね、高級顧問になっていた。松下は参議を4期やってる。元総務副大臣もやってたやつであります。新潮にすっぱ抜かれておりました。ネットの反応です。たやすくハニトラ。やっと表に出てきたか。やっとだよ。これ何年も前から言われてましたよね、ツイッターはその他でね。まあ、週刊誌が取り上げたと。次は大手新聞が取り上げんのかな。朝日新聞、読売新聞。まあ、大手は、ひょっとしたら取り上げないかもしれないですね。中国に遠慮して、スパイ防止法、はよ。売国、エロ親父、キモ。ほんとキモいっすね。56にもなってさ。こんなのばっかりじゃ、防衛費増やしても国を守れねえよ。国賊というレベルを超えてるね。安倍が、壺が言うやつって、中国相手だと、だんまりよな。だから朝日も読売も取り上げないかもしれないですね。あとテレビは一切ね、これ。モテない男は、立候補できないようにしよう。ハニトラにたやすく書かからという理屈ね。中国はハニトラ得意な国だって知れ渡ってんのに、この手たらく情けないったらありゃしない。いい年して気持ち悪いし浅ましいですね。なんか浅ましい。さらに高級顧問に収まってたって、報酬は年間いくらもらってたんだろう。ハニトラのみならずマネトラ買収もされてんじゃん。ずっぽりはまってる。本人ははめてるつもりが、お前がはめられてんだからな。このバカ野郎って感じになりますね。女性に免疫ないバカは、国会議員になれないようにしたらいいんじゃないか。ハニトラたやすくかかっちゃうからね。あと、金に汚いやつ。ひもてはちょっと、親切にしてもらっただけで、好きになっちゃう。だから、モテない男は。中国のハニトラ要因だってね、失敗したら、どんなひどい目に遭わされるかわかんないし、怒られるし、そりゃ必死で誘惑しますでしょ。モテない男がそれに抵抗できるわけねえんだよな。失敗したらですね、チェンジで次々来るわけだし、違ったタイプの女性が、あとあれですね、検索履歴とかハッキングできれば、あ、こいつは、むっちりタイプが好きなんだなとかですね。ああ、こいつは割とガリンチョウが好きなんだなとかですね。分かっちゃうじゃね。その、思考っていうか、好み、タイプ。あ、こいつ男が好きなんだみたいな。分かっちゃうじゃね。あと LINE とかでもさ、LINE もさ、韓国に筒抜けなんだから、個人のタイプ、好き嫌いはもう分かられちゃってって思うんですよ。使ってる人は。私は事情があって使っておりませんけれども、公明党山口夏男、一人っ子が増えて氏を失うことで結婚を躊躇する、同性を強要する時代は時代の現状に、そぐわない、国際化が進み別姓に対する違和感が解消しつつある、少子化対策になるなどなど言っておりって、まあ要するに夫婦別姓賛成だっちゅうことなんですけど、夫婦別姓にすれば少子化対策になるんだって。バカじゃねえの、
バカじゃねえの、何言ってんだこいつ。ネットの反応です。同性になりたくないから結婚をためらう、聞いたことねえわ。求める声っていうのも聞いたことない。なんで少子化対策になるの、謎すぎ。なんでこんなにも別姓に執着してんの、怖いわ。性で躊躇するくらいの相手なら結婚しねえ方がいい。夫婦別姓は親子別姓だぞ。かえって少子化を促進するのでは。中国に言われて日本の戸籍を破壊しようとしてんだろ。氏を失うことを躊躇する言ってますけど、子供はどっちかの姓名乗るわけで、どっちにしろ片方は消えるんだよ。消えんの、何言ってんの。氏を失うじゃん、したら男だって氏を失う。いやいや、どうせ消えちゃうんだから別姓にしても同じじゃん。同性は時代にそぐわれて、どこの世界のどの時代にそぐわないのか、なんかソース、そういうですね、ソースデータでもあんのかっちゅうね。国際化が進み別姓の違和感が解消しつつあるというけど、先進国は軒並み同性ですよ。別姓なのは後進国だけでしょ。完全に別姓なのは韓国と北朝鮮だけみたいですよ、調べたら。中国も別姓なんですけど、中国では王さんっていう男と結婚した金姫さんっていう女の人は王金姫っていう名前なんだって。つまり佐藤鈴木よしこみたいな感じになるみたい。夏王の国際社会って中国と韓国しかねえのかよ。違和感がなくなる国際社会に。少子化対策になる。どこがどうなってそうなのか説明してくれませんかね。多分ならないと思うぞ。なんか凄まじいへりくつ並べてますね。全部おかしい、全部指摘できる。ここがおかしいって、こんなんでそうだなって納得するのはですね、思考停止してる信者しかおらんですよね。そもそも宗教って思考停止の道具ですから。体重のね 5% しかない脳みそがカロリーの 25% 食うんですよ。で、脳が燃費が悪い。だからカロリー消費を抑えるために、人間っていうのはですね、すぐに好きさえあれば思考停止したい、動きを停止したい脳みその、カロリー消費から、な動物でありまして、宗教はそのための道具ですね。神はこう言われた、そうかそうかっつって思考停止、自分では考えないで済む。そこで思考はストップ、神が望まれる、そうだなっつって、思考停止できる。あとは顕著な例が瞑想とか座禅とか、あれは自力でですね、思考停止する、スキルを一生懸命やるじゃないですか。だから宗教って思考停止の道具なんですよ。カロリー消費をセーブするための。でね、今皆さん食いすぎて太っちゃってる、女性に聞くと8割が私は太っているって言うらしいから、まあまあカロリーいっぱい余ってる時代で、そんなことしなくてもいい、思考停止しなくてもいい、カロリー消費いっぱいしちゃったら食えばいいって私は思うんですけれども、だからソ連で大失敗してんだろうが、夫婦別姓はよ。公明党の議員でですね、韓国から帰化したやつが地方にも国会にもいっぱいおって、私名前知ってますけどいっぱい、ここでは言えませんけどね。公明党が中国共産党の下僕なのは周知の事実であります。理由はですね、香港支部を人質に取られてるのとですね、あわよくば、中国本土での布教を許可してもらいたいからですね。618万票でした、この前の参院選の公明党の比例票。つまりまあ、お願いしまくって、一人の信者が一人連れてきたとしても、まあ、学会の信者数300万ぐらいなのかなって思われるんですけどね。で、15億もいる、中国で布教を許してもらえたら、
まあ 1% つってもさ、15億人の 1% って、まあ、1500万人ですか、莫大ですよね。今の300万人から比べると、これを許してもらいたいから、そうでなくても公明党が賛成だったら反対が正解ですね。ここね、日本が滅びても学会だけ生き残ればいいわ、大陸で、みてえに考えてますかね。ハフポスト、かっこ朝日新聞、イーロン・マスクのツイッターは LGBT にとって安心できない場所になりつつある。加害者が罰を受けることなく、マイノリティの人々を公に誹謗中傷できることを意味するようだ。批判できるようになる、公に。今までみたいなプロ弱者、プロマイノリティ商売ができなくなりそうで焦ってんのかな。まあそんな感じでしょうね。まあマイノリティ叩きしとですね、今までのツイッターはアカウント凍結とかなってたけど、今後はそうならなそうに、なりますんでね。だって自分で言ってたもんね、マスクさん、ツイッターはどこよりも正確な情報源になるべきだ、言ってましたんでね。ネットの話、バカ朝日必死、断末魔かな、聞いてる聞いてる、バカパヨの絶叫が心地いい、そして一般人の安心できる場所へ、これ以上の答え合わせがあるだろうか。トレンド操作で記事ねじ込むことができなくなって顔面真っ赤噴死中、マイノリティの連中が弱者ポジションからのマウントで一般人をボコボコにしている状況の方が良くない、ついフェミ、悪名高いキーついフェミ、フェミね、ツイッターに生息するフェミ、なんか頭おかしいなっていうことをつぶやく、ああいうのこそ凍結したらいいんじゃねえのかな。そんなね、頭のおかしいことを見せられてとこっちまでおかしくなりますからね。私はフェミを見かけたらすぐにブロックするようにしております。噛みつかれるの嫌だから。試験ですけど、まあバカ朝日が批判するならそれが正解なんでしょうね。今までがやりすぎなんでね、それそんねとんでもない金持ちを怒らせたと、やりすぎって、マスク、とんでもない金持ち怒らしたと、やりすぎ、自業自得、6兆円余りで買収したそうですけど、改善しまくってね、企業価値上げて2倍にも3倍にも売れそうですね。今ね、Google や Facebook、Amazon、なんかは Twitter の行き先を穴が開くほど見ていると推測いたします。で、左翼やポリコレを優遇しない方が儲かるなってなれば見習うはずなんですよ。Facebook 結構ひどいらしくて、なんか批判したりなんかすると、そういう連中をね、批判したりなんかすると、アカウント削除されちゃったりするみたいですけれども、まあまあGoogle や Facebook、Amazon なんかも、あれですね、マスクのマスク体制のツイッターが成功しればこっちの方がいいんだな、つって見習うと思うんですよね。世界が変わるかもしれない。だからマスク体制のツイッター成功させたいもんだな思っております。イーロンマスク過去のツイッターの闇を暴露、公式マークを1万5000ドルで買わないかと打診された、私以外にも声がかかった、ツイッターの社員が売っていた、暴露しておりました。悪いやっじゃなー、ツイッター社員なー、ツイッター JP もジャパンもやってたんじゃないの。怒らないから手挙げなさい、怒らないから。怒るんですけどね。世界中で7500人いる社員の中から3500人を解雇するって、半分近くですね。ツイッタージャパンの社員も半分近くクビになったんじゃないでしょうか。でもこいつらいてもいなくても全く業務に支障をきたさない役立たずと思って証明されましたんで、無能を切って企業収益は改善するでしょう。その分の給料出さなくていいもんね。いねくてもいいやつがいたんで給料払ってた。これを切った、カットした、整理したわけですから、マスク体制のツイッター、収益っていうかコスト、人件費、
削減できましたよね。これは、企業価値上がる、と思います。ぜひとも、まともになったツイッターが成功してくれるといいな、私は思っております。Google も Facebook も見習うだろう。そしたら、商売なんですからね。というわけで、ポスター貼りボランティアさん、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。